西武池袋線の終点、また西武秩父線の起点駅でもある阿賀野から少し歩いたところに今来ております。阿賀野駅の改札を出て左側にしばらく行くと、このような踏切があります。で、踏切を渡ってその後右側に行くとですね、ちょうどホームの端っこがね、ああいう風に見えております。ここは勝手踏切じゃない、普通の踏切です。その後ですね、こういうものがありましたので、ちょっと気になってね、行ってみようと思います。これ間違いなく左の方だと思うんですけどね、まあ、ただ駅に行くにはまたぐるっと回んなきゃいけなくて、まあ、発車までもう少し時間があるのでね、阿賀野湧水っていうんですかね、湧き水があるみたいなので、ちょっと気になったのでね、向かってみます。で、先ほどまでですね、駅から歩いて20分ちょっとのところにあります東郷公園というところにですね、もみじを撮影に行っておりました。で、その帰りに今阿賀野駅に戻っている途中だったんですが、ああいうね、興味深い標識というか看板を見かけたので、ちょっと寄ってみようかなと思い立った次第です。まあ、それに乗り過ごしたとしてもね、また30分ぐらいした後に電車ありますんでね、まあ、こんな阿賀野、まあ、こんなという表現したら失礼になるかもしれませんけど、阿賀野とかね、来る機会というのは本当にめったにありませんからね。今日も特急秩父号ラビューがですね、普段はここ通過するんですけど、このもみじのシーズンに数本停車するというのがあって、あ、地下道あるんだ、よかったよかった、地下道があるんだったらショートカットできますわ。あ、本当だ、ぐるっと踏切まで回ったら大変なんでね、ちょっと歩くペースを上げておりますが、だったら踏切渡らずに改札を出て左側に歩くと地下道がありますんで、そこから湧水、湧き水のところに来れるそうです。で、こっちに行くと、まあ、墓地があったのは分かってたんだけど、あ、これか、これがね、こういう感じでね、岩の間から湧いているんでしょう。ちょっと、あ、意外とね、意外と冷たくないです。ちょうどね、地下水というのはそんなに冬でもめちゃくちゃ温度が下がるもんじゃないそうなので、それは確かにね、めちゃくちゃ冷たくはないです。で、気になるお味の方なんですが、ちょっとね、あのね、甘い、あの軟水でしょう、多分、あの柔らかいんです、水が。この水はね、美味しい、確かに美味しい。あ、これね、あのこれでコーヒー飲みたい。あの、ひょっとしたらね、水割りとかにする分にはちょっとね、違うような気がするんですけど、これ麦茶とかコーヒーとかアルコールがないやつは絶対うまいはずです。まあ、こんな感じで、ずっとね、湧いております。まあ、見つけるまでにね、少し苦労しましたが、おそらく駅から歩いても3分もかからないんじゃないかと、まあ3分かかるか、3分から5分ぐらいで来れる場所にあると思いますんで、もし阿賀野駅に用事で来られる、まあ、用事で来ることないか、何か観光とかね、まあこの時期もみじ、それから春になるとハイキング、まあ夏場だと登山とかね、そういう利用方法があると思いますが、駅から地下道をくぐってこの湧き水のところもぜひ来てみてはいかがでございますでしょうか。ということで、この動画は阿賀野駅の
景色をバックに終了させていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。昨日地下道の続き、地下道を歩いてるんですけど、僕身長が一応180あるんですよ。で、手を1枚入れるとね、1枚入れるとというか、もうギリギリなので、地下道を通行されるときには十分頭上はご注意ください。180超える方だと、ちょっと辛いかもしれません。お、太陽がね。西武鉄道では2022年の1月31日まで2022年西武鉄道カレンダーを販売しております。西武鉄道の駅中コンビニトモニーの全店舗と西武鉄道オンラインショップで販売をしております。詳細については西武鉄道のホームページでもぜひご確認ください。今回もご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録やグッドボタンなどぜひよろしくお願いいたします。またツイッターなど SNS へ共有拡散していただければ嬉しいです。ありがとうございました。